LV プラサードは、インドの映画監督、映画プロデューサー、撮影監督、俳優、実業家。インド映画のパイオニアの一人であり、インド映画の最高賞、ダーダーサーハバ・パール系賞を受賞している。1980年には、テルクモ映画への貢献を認められ、ラグパティ・ベンカイヤー賞を受賞した。1956年に、企業団体プラサードグループ、 LV プラスアードアイ研究所を立ち上げた。1980年開催の第27回ナショナルフィルムアワードでは選考委員長、1981年開催の第8回インド国際映画祭ではインドパノラマ部門選考委員長を務めた。また、1981年11月にマドラスで開催された国際児童映画祭の審査委員長も務めている。 1982年から1983年にかけて南インド映画商業会議所議長1980年から1987年にかけて映画検定委員を務めインド映画連盟の幹部も務めていた2006年には彼の業績を称いた記念切手が発行されたインド映画史上初めて見事後の映画に出演した俳優でもある 現在のアーンドラプラデーュ州、エールールソマバラパドムラで農業を営むアッキネーに、スリラムルとアッキネーにバサバンマの次男として生まれる。プラサードは溺愛されて育ったが、演劇には興味を持たなかった。1924年に、母方のおじの娘サウンダリアマノハランマと結婚し、娘を儲ける。プラサードの父は、借金区に陥り破産を余儀なくされ、それを機に、 プラサードは映画業界に関心を抱くようになる。LV プラサードの共造をビーナスフィルムカンパニーに就職し、アクタルナワーズが監督を務めたサイレント、A、映画、スター・オブ・ザ・イーストに、早くで出演している。1931年に、インド初の陶器ーー映画、アラム・アラに出演し、その後いくつかの映画で早くを演じる中で、映画監督、プロデューサーの H.M. レッディと出会い、 彼の制作したコリドスバクタプロラダに起用された。この頃、プラサードは一旦故郷に帰り、祭子を連れてボンベイに戻った。ボンベイに戻った後、息子アナンドとラメシュを設けた。その後、アリジャーの監督映画、カマルエーエルザマンで助監督を務める機会に恵まれる。その際、プラサードはスタッフから、本名、アッキネイニラクシミバーラープラサードラオが、 スタッフロールにクレジットするには長すぎると指摘されたことをきっかけに LV プラサードの名義を使用するようになった。プラサードはタントラスブラマニアムから歌詞タジービのプロダクションスーパーバイザーと助監督に起用されたが映画はフィルム館3本分撮影したところで制作中止となった。俳優業から遠ざかったプラサードは複数の映画で助監督を務めた後 プリトビラージカプールとのコネクションを生かして、プリトビ劇場に参加し、演技への情熱を満たしていた。この時期に彼は、ラージカプールと出会っている。1943年に助監督として、グラ・プラビッサムに参加するが、事情により監督を務めることになり、同時に主演も務めることになった。その後、ドローイ・デケイス・プラカサラオに、主要キャストとして起用された。 1947年公開のパルナティ・ユーダムでは体調不良で制作への参加が不可能となったグーダバーリ・ラーマブ・ラーマムに代わり監督を務めた。1949年にマナ・ディーサムで監督を務め、同作には後にテルク語映画のスター俳優となる N.T. ラーマ・ラオが早くで出演している。1950年にビジャやバヒニ・スタジオの第一作制作映画 シェイブ・カルーの監督に起用された。同年に監督を務めたサムセラムでは、テルク語映画の2大スター俳優の N.T. ラーマラオと、アッキネーニ・ナゲシュワララオを起用し、工業的な成功を収めた。同作で描いた社会ドラマは、後年の映画制作者が制作する映画のモデルとなる、テーマを確立した。その後、プラサードは、ジュピターフィルムと契約し、シバージガネーシャン主演で、 マノハラを監督した。1956年には、ダサリオーガなどを監督に起用し、エレイバルプーで初めてプロデューサーを務めた。プラサードは、この直後に映画制作会社プラサードプロダクションを設立した。また、1974年には学位を取得して、アメリカから帰国した、次男、ラメシュが、プラサードフィルムラボを設立している。ありがとうございます。